たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということでもちろん日本の周りにも住んでいるんです。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮のあたりまで泳いでいったんです。ではそんなシャチたちですが、海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。またラッコやなんとペンギンも食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者と言えますね。さあ、それではもう一度トレーニングの様子を見てみましょう。さあ、ここでステラトリーが皆様の目の前をやってきています。とっても体が大きい様子がよくわかりますね。さあ、そしてステージの方へと移動をしてきました。さあ、それではまずはシャチのヒレについてご紹介していきましょう。さあ、まずはトレーナーからの合図を見ると、ステラが上げているのが胸びれです。シャチの胸びれは丸い形が特徴です。この丸い胸びれの中には、私たち人間と同じ5本の指の骨が入っています。泳ぐときは方向転換やブレーキの役割があり、器用に動かすことができるんです。さあ、ここ北間に向かい、進化の海のコーナーには骨格標本がありますので、ぜひそちらをチェックして5本の指の骨を見てみてくださいね。さあ、続いてはステラ、逆さになって大きな尾びれを披露しています。とっても大きな尾びれですね。ステラの尾びれの幅は1メートル40センチもあるんですよ。この大きな尾びれを上下に振ることで、プールの中を速く泳いだり、高いジャンプを披露することができるんです。また尾びれの裏側がちらっと映っていましたが、尾びれの裏側は白い色をしていたんですね。そしてこのトレーニングは体を動かすためでもありますが、健康管理のためでもあります。さあ、今ステラが仰向けの姿勢になっていますが、実はこの姿勢で体温を測ることができるんです。それではどのようにして測るのか、大型画面をご覧ください。シャチの体温は細長いセンサーをお尻の穴から50センチほど入れて測ります。シャチの体温は35度から36度くらいと、私たち人間とほとんど変わらないんです。ここ名古屋港水族館では1日に2回体温を測り、シャチたちの健康管理を行っています。さあ、それではもう一度トレーニングの様子を見てみましょう。さあ、どうやら続いてトレーナーが合図を出すと、ステラがプールの中を泳ぎ始めました。シャチはイルカやクジラの仲間の中で一番速く泳げると言われていて、最高時速はなんと50キロも出せます。あっという間に今右側へとやってきて、勢いをつけて到着です。トレーナーから合図が出ると、ステラがジャンプへと向かっています。先ほど
続いてはプールの左側にいるリンもとっておきのジャンプへと向かっています。さあ頭の上についている鼻で深く呼吸をして、あっという間にプールの深い